日本神奈川県川崎市、高津区、阿久津阿久津。2011年11月17日時点で、住居表示は施行されていない。郵便番号は213-0024。2010年の国勢調査時点での面積は19.3ヘクタールである。高津区の南東端に位置し、八神川と江川という二本の河川に挟まれている。低湿地であり、 水害を受けやすい土地でもある。中央部を知って黒川道路が通過することもあり、運輸関連の企業が見られるほか、集合住宅が立ち並んでいる。阿久津は北東端で江川を挟んで、中原区の顔田中、井田杉山町、井田中の町と南端では八神川を挟んで、蟹ヶ谷や中原区井田と、西端では主牧地と接する。阿久津には北川久安。 西川久康、南川久康、東川久康、中町の小技がある。ただし、これらは当規模上の存在にとどまっており、地名として常用はされていない。当地は、縄文海進の頃には海であり、その後も、八神川沿いの中石定地であった。水害時に唯一水面上に残ることも多かった。水川、詳細は不明であるものの古墳であると考えられており、 古代から、当地の開発が行われていたことを伝えている。中世の当地は四国地村の一部であり、文禄期に一村として分立したものと考えられている。江戸時代の当地は、旗本領天領増上寺領というように推移していった。土地柄もあって、ほとんどが出田であり、村高は、小法期の武蔵田園墓で55国八頭余り、玄六号長や。 幕末の急行給料取調べ庁では72国9と余りであった。1765年時点で家は13軒あり、そのうち3軒が馬を飼っていた。明治維新で当地は神奈川県に属し、行政上は阿久津村吉村川崎市と推移していった。戦時中には空襲の被害もあったものの、当地は 昭和30年代頃まで農村であり続けたが、神奈川県道14号鶴見溝の口線の拡幅、そして道県道も含まれる知って黒川道路の開通移行急激に都市化が進み、1960年に98世帯であった世帯数が、1971年には500世帯と激増する一方を、農家は6世帯と半減していた。阿久津は川沿いの低出地を意味する。 関東、東北に点在する地名であるが、阿久津と書かれる例は珍しく、阿久津、阿久津、阿久津などと書かれる例が多い。当地でも、武蔵田園墓に阿久津村とあり、原禄郷町にも昔は阿久津村であったことが残っている。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。伊田営業所当地に、川崎市バス、伊田営業所が所在し、川崎駅、武蔵小杉駅、武蔵新城駅、向こう側丘遊園駅など、各方面へ、バスが運行されている。当地を東西に、知って黒カ道路が貫通している。ありがとうございます。